時も素直に従順に、計画上なんて考えず、絶対に考えず、私のことを信奉して守護するだけでいいのだ。変わらずアライアンスを組むメリットは見込めません。せっかくの機会ではございますが、今回も提案は見送らせていただきます。今はそのあれだけど軽くなるし、あのこれは最後の一つだから、あのどういうおつもり。あなた、私の婚約者ジークバルト殿下と二人っきりでお過ごしたなんて。ノリが違うっていうか、具体的に言うとかなり違う。とにかくなんか変なんだよ、変。アノスが話しかけてくれた、友達になってくれた。私の一生には奇跡が起きた。お任せください、コマリ様。必ずや部下どもを勘違いさせてみせましょう。私はコマリ様のことを宇宙で一番愛していますから。何を偉そうに。たまたま外れただけでしょ。あんたが私にかなうはずない。ファンじゃないけど、私もあんたみたいに戦いたい。戦ってる姿すごくキラキラしてた。名前は全然知らなかったけど。もう心配したんですよ。大丈夫ですか、怪我はありませんか。ああまあよかった。いや、めったにないこの時を大事にせんと。ん、ハローよ、見てられねえぜ。なんであんな女と毎晩毎晩、みんなと一緒に過ごせてる大切な時間なのに。明日死んじゃうかもしれないのに。では隠し通すしかないな。どんなことがあっても部下の前では絶対的な強者として振る舞いたまえ。そのためのサポートはそこにいるメイドがする。花は限られた時間で一生懸命に咲くから美しいんだ。私たちも同じよね、ミオちゃん。あれはただのクラスメートだから、違うから。スーツの正しい着方くらい覚えようぜ。うわ、童顔だからスーツが似合わない。いや、いいや。お嫁さんだなんて恥ずかしいのは私です。気を確かに持つんですの、ステファニー・ドーラ。魔法とは長き伝統とたゆまぬ研鑽によって育まれるもの。一時の流行りに乗せられているものに学べることではありません。もしあなたの本質が私の期待に沿うものだった場合、誘おうと思っていたのよ。何に。世界征服計画に。父上が俺を心配。ありえないね。俺は絶対に俺のことを認めさせてやる。王子が名を挙げたやり方でな。でも部屋で買うのでも、せめて手枷を外してほしいにゃ。動けないのは辛いにゃ。逃げないからお願いします。この国の第一王位継承者です。この国の民がために生きるものです。不要な死などこの私が許しません。リオンも選手になれる技量はあるが、あいつはどちらかといえばかける側ですね。親父を倒せばボスが王さ、いっぱい住んで最強の一族になる。ならないよ。なる。女100人用意する。デルタも100人産む。私は強いです。見栄や誇張ではなく、客観的事実としてこの世の誰よりも強いという世間的な評価があります。お前がどれだけみんなに愛され大事にされているのかがね。カメカメ、かわいい。何を迷ってたんだろう。誰よりも練習してきたって私が一番わかってる。曲っつうか、あれはただのメロディーだよ。単なる音の連なり。あんなんだったらいくらでも作れるけど。すみません、小柄さん。あの、こんな私ですけど、これからよろしくお願いしますね。こんな私でも七御殿をやっていけるようにサポートしてくれるんです。だからやめたいけど、それでも頑張らなくちゃって思うんです。
あなたじゃ私を倒せない。うん、確かにあなたは速くて厄介。太もももエッチ120点。大好きです。呪いを持って他人と触れ合うことすらできなかった私に人のぬくもりを教えてくださったのはご主人様なんですから。記憶の魔女。キドナちゃん、嘘は言ってないけど隠してることいっぱいだよ。ダイスもブルボンさんと一緒に走りたい。だからダイス出ます、天皇賞に。こういう場では絶対トングを手放さないって決めてるんです。最初はよく焦がして怒られましたが、今では上手に焼けるようになったんです。私の名前はミリセント・ブルーナイト。あんたに3年前の借りを返しに来たの。何かわからないことがあったらいつでも聞いてね。そこ入ってすぐ左が私の席だから。じゃあ初日ファイトだよ。私たちは敵なのよ。私がその気なら今の君なんて。とにかくこうした実験を積み重ねれば証明できるかもしれないわ。私が雪村君を好きかどうかを。次行きましょう。ねえダーリン、どっちが似合うと思う？私あんまりブラしないからわからなくて。はあ、せっかくの休日なのに、なんで私がわざわざこんなやつと。明日2時半駅前、遅刻したらぶっ殺す。私立国新聞のメルカティアーノと申します。テラコマリガンデスブラッド様、取材をさせていただいてもよろしいですか？うん、わかった。でしたら私がご案内を。いや僕は一人で。シロン様のお弟子様をお一人にするわけにはいきません。いや僕は一人で。私メイドのマーガレットと申します。お願い無茶しないで。もう長くはない。私のためなんかに。ちょっとずるいけど絶対殺してきてね。この子が死んだらグリッドマンは二度と現れない。成功したらまたご飯連れてってあげる。僭越ながら私も貴殿を首と崇めさせていただきます。サーセド。それでは師匠、またいずれ。それぞれソロでもある、そんなコンセプトでいきたいの。それから最後に、忘れないで、私たちがライバルってことには変わりないから。確かに暗いね。でもぼっちらしい。少ないかもしれないけど誰かに深く刺さるんじゃないかな。私は兄から虐待を受けていました。でもネリア様は私のことを大切にしてくれました。と言われましても、こんな弱そうな弓使い役に立ちますの？見た目も地味でまるでモブキャラですわ。いずれ自然にお前は目覚める。その時まで私は気長に待つとするよ。退屈したら遊びに来るからよろしくな。何事かと思えば随分と面白そうな組み合わせですね。ごめんなさい龍炎くん、からかいが過ぎましたね。テラコマリはすごい劣化解放を持ってる。カルラ様みたいにクソ雑魚じゃない。これからどうするの？死ぬの？そうですか。では艦の制御を取り戻してくださった精霊使いさんは？あの方にもお礼を申し上げたいのですが。ブー、ファーはミルクあんまり好きじゃない。蜂蜜入れると美味しいよ。美味しい。蜂蜜飲んでいい？ようこそキラキラドキドキもちもちぷよぷよワクワクワッショイのワンダーステージへ。どうするも何もありませんよ。カフカからのご褒美のおみやしペロペロ券をいただくためにも、我々が自発的に動いて奴を始末するのです。白川さんの方にも俺としたいってちゃんと思っててほしいっていうか、少なくとも義務とかそういう風には思ってほしくないんだ。ダンビーダンビーゲイソーダー。お前たちの意志に関係なく必ずヴァンピールを救ってやる。
第7部隊の突撃が進軍と勘違いされ戦闘が勃発したのですが、なぜか敵が弱くあっという間に全滅させてしまいました。ババア、ほとんど赤字じゃねえか。俺がやるんだよ、ばあさんに代わってあの店を。嬉しく思うぞ。私はみんなからデブだ、食べ物のために無駄に散財するバカだと言われ。ああ、昔遊んでた野良猫を思い出す。モフモフっていいよね、つい夢中になっちゃう。週末俺がパメラ講師、俺が訴えのビア殺し、乗ってくれたのあんただけ、俺のアルティスだらけ。やったぜ、相方も決まったし、目指せトップオブザお笑い。誰が相方だよ。ナイスツッコミ。お前の500年分の容器だ、まだ当分の間他の妖怪を呼ぶんだろ。お前には妖怪どもを倒す責任がある。なるほど、これなら俺はどっち。ただじゃおかねえぞ。テラコマリガンデスプラッド、僕はお前に決闘を申し込む。カナタ、知ってるか、ドリフターってのはな、本当になりてえやつだけが自分で勝手になるんだよ。僕じゃない、この聖剣の力だ。諦めるだって、ここで諦めたら誰がこの戦争を止めるんだ。ヨナは16になるんですよね。大きくなったな。で、イル陛下とハクはどこです？ご挨拶しなきゃ。コマリがどれだけ天才で、なおかつ1億年に一度の美少女だってことを力説したんだ。そしたら陛下が面白いとおっしゃってね。だが俺もここにはただの番犬、お前らみたいな身の程知らずのバカどもを切り刻むのが唯一の楽しみだ。よくぞ聞いてくれました。順調ですぞ、我が輩の努力の結晶をご覧ください。どれどれ。おお、当たりも当たり、おお当たりだー。ひー戦争の最中は安全なところに座って適当な指示を出しているだけ。あなた本当は弱いのでしょう。あの、僕も読みました。一つ質問があります。この25巻の第2版において初版から修正された表現について。ん、私は魔法神のレノよ。カイン君、ずっと魔法の練習してたでしょ。加護を与えるから、これからも頑張りなさい。普通覚えないだろ、店員の声とか名前とか。どうなってんだよこの店の客どもは。っていうか、私ってもしかして結構シンボリックな店員だったり。シンプルでいいではないか。連絡役のロキを除けばアルコン同士での交流はほとんどなかったから。ただダケには愛に関する能力を持つと聞いたことがある。実はですね、僕は今までこの国で一人も殺してません。最後に一人くらいは派手にぶっ殺してやろうと思ってるんですよ。私は大切だよ、家族も友達のみんなも大好きで、とっても大事な人たちだよ。嘘ばかりだ、言葉も経歴も実力も全て嘘、嘘嘘嘘。本当にありがとうございました。助けてもらったご恩は絶対に忘れません。僕にできることがありましたら何でも言ってください。ちゃんとレイチェルのためを思って行動していた。でもレイチェルは違った、彼女の行動は全部自分のためだった。犬神さんは獣のことなら何でもする探偵なんですよね。犬神さんのところで働けば俺は両親に会えますか。ネリアよ、運命に翻弄され絶望するがいい。その時お前は俺のものになるので。親孝行したいんだろ。だったら親父の前で息子らしいとこ見せてみろよ。今度は仲間になるための握手だ。それ以上に大切なのは上のルールに支配されない、ルールを課すのは自分であること。会長が強いことも
頭がいいことも努力を惜しまない性格なのも全部変わらないんだから胸を張っていいと思うぜ。あの子はいずれムルナイトを引っ張っていく存在になるだろう。いや、ムルナイトどころか世界を面白おかしく盛り上げてくれるかもしれないね。聖騎士のような力もいらない。大事なのはここ、そうありたいっていう心よ。これを投げて、もし表が出たら好きなだけ切り合えばいい。ただし裏が出たら二人で私に付き合う。言っておくわ、これは私の所有物だ。手を出すな、死神どもよ。所有物？今決めた、黙っている。